第2試合は第3シード大分が第2シードの才木鶴城に挑みました。1点を先制した大分は3回、ランナーを置いて原田と只野の連続タイムリーで追加点。この回4対0と突き放します。その裏の才木鶴城、2つの四死球でチャンスを迎えると、3番高本のタイムリーで1点を返します。5回に入り点差は4点。才木鶴城は最速150キロのエース狩生がマウンドへ。ランナーこそ背負うものの、8回までをゼロに抑えます。1点が遠い才木鶴城は8回、ランナー二塁三塁のチャンスを作り、代打佐野の犠牲フライで1点を返します。なおもツーアウト一塁三塁で打席には6番山本。レフトへフラフラと上がった、レフトの前落ちました。三塁ランナーがホームイン、さらに1点を返しました才木鶴城。2点差に詰め寄ります。しかし9回、大分は才木鶴城のエース狩生を攻略し2点を追加。大分が第2シード才木鶴城を破りました。小学校からずっと一緒に汗流してきて、今まで3年間ありがとうと伝えたいです。自分たちよりも元気で活気のある下級生残ってるんで、そこはもう自分たちの思いも託して、最初から甲子園っていうのを出しておけてほしいです。